ジョンアジェクムクホーはガーナの政治家。大統領、アフリカ連合総会議長歴任。英領ゴールドコーストの熊市出身。1996年に大統領選挙に出馬したが、現職のジェリー・ローリングスに敗れている。2000年にローリングスの副大統領のジョン・アッタ・ミルズに大統領選挙で勝利し、2001年1月7日に大統領に就任した。 苦法の大統領就任で、ガーナでは独立以来、初めて平和裏に権力の継承が行われたことになる。2004年の大統領選挙に出馬して54%の得票を獲得し再選された。2007年にはアフリカ連合総会議長に就任。苦法は、オックスフォード大学の卒業生であり、カトリック教徒である。 経済改革を主要な政策の一つに挙げており、また以前と比較して、格段の報道の自由を尊重している。ある報道で、苦闘大統領の政治姿勢が退屈であると批判されたことがあるが、苦闘は退屈であることで国民の生活が平穏であり、抑圧などで苦しむことがないのなら、私は退屈であり続けることを良しとすると答えている。ありがとうございます。